皆さんこんこにちは大です、えー、今日は37期の第20ということでまあ2019年の10月26日かなスタートしてまあ約1年半経って、えー、まあクラスとしては最終日ということになりましたでみんなでね1年半を振り返ってたんだけど思った以上に夢が叶ったとか自分の人生変わったってみんな口々に言ってくれてて。 やっぱね初日にねみんなででかい夢描くんですよねなんか自分の常識を超えた夢で描いてでただね適当に描いてみるっていうよりかはやっぱりどうなったらいいか具体的に考えてで本当にそれで心が動くか本当に心からやりたいと思うかでまあコーチング業界でね「ホープも大切だけどワントも大切」とかっていう言い方があるけどのまあこうなったらいいなって っていうのも大切でその中でまあこれやりたいとかねこれ本当に欲しいって本当に思えるものいろいろ探していくであこれだと思ったらそれをちゃんと記録しておく。でその夢にまっすぐ向かって叶える人もいるしなんか書いててでうっかりそれ忘れちゃってで別の目標に向かって動いてる人もいるけどでも1年とか1年半経って振り返ってみるとかなり。 ってたりその形そのままではないけど自分が変わってるなとかそっちの方向来てるなとかねって思うことってあるんですよね。でやっぱね時間の効果ってすごく大きいそれから本当に自分がこれやりたいとかね生活してなんか今の自分にできそうなことを超えてこれやりたいって思うでそのことで心が動くことの効果って大きいのね。やっぱり心に刻まれるような 目標とかゴールっていうのは実は意識が気が付いてることを超えて自分自身を動かし続けるの、ね、でしばらくたってみるとうかっねっかなってたとか人生変わってたっていうことがあるんでもうそれを僕もこの十何年間ずっと体験をしてきてるだからすごくシンプルなことだけどちょっとできるかできないかを超えてこれが欲しいっていう目が入ってね。で その心が動いいいた目標に向かっっててややれるろろみるで時には振り返ってみるでしばらく経ってみると本当に人生変わってるっていうことがねあるということを信じて動いてみるっていうのはやっぱり価値があることなんじゃないかなとね今日改めて思いました。そうですす今日も酔っ払ってまということなので、えー、まあ酔っ払いの顎 <laughs> だと思ってもらってもいいけどもうずっとこういうことを繰り返してきてるので、えー、皆さんにもお伝えしたいです。 願えば叶うで本当に心が動く具体的な未来の、ね、ゴール像って描いてでそこに向かって一歩ずつ進みましょう気が付いたら案外かなっていね今日もそれを実感しましたということです。それではまた